はい、ということで2020年2月10日本日はドラクエウォーク逗子王丸と雲の巨人のドロップ報告をいたしますということで、まあ、右に見えとる通りに倒した数が582匹割る3ですね、約190ぐらい、ザクッと、いやザクッとですよ、ザクッとですよ。それで合成した後の数字が左の感じで S2 体作れまして、もう1体 S がいけそうかどうかってことですか。私的な S3 体は何とか欲しいんですかね。というのがこれ、いやここら辺見ていくと、これ今後の私的に傾向になっていくと思うんですけど、今までだと斬撃とか大義とかつけたのプラス1個なんですけど、これだと悪魔系のダメージプラスさらにドルマ特技 3%、5% ですかね。これを合わせて全部で要は10何パーつけて、実はキラマの10何パーとかキングスライムとかのパーセンテージより多くなって、実は火力出るんじゃねえっていう仕様が私的に今後なんか主流になっていくんじゃないかなというふうに想像しとるんですよ。だって力だけ見ても77、まあ単純にこれ常闇がないとね全く役に立たんというか、これしかね付加価値がつかんということになるんですけど、こうやって力で並べていくとキラーパンサーが力83、まあまあ使いやすい部類ですよね。バトマスとかに入れてきゃ100ぐらいになるから、まあ入手難易度って考えが使いやすいですよね。それは一番あれだな、火力出してるのはね、キングスライム確かにね、スキル斬撃 7% あるから火力もあるし、まあまあこちらの方がいいんじゃねって思いますけど、それと並べていっても別に逗子王丸77だから、これは誤差の範囲ですもんね。集めやすさっていう面だったら別に持っといても損はねえんじゃねえかなって。今後だっけあれだもんね、要は悪魔系のやつがボスが出、まあ悪魔系でできそうだもんね。さらにこれドルマ属性、今回はどこ闇の槍だけですけど、まあ今後ねその手の武器が出てきた時にいるんじゃねえかっていうのが私的に感じとんですよ。コスト的に69っていうのも入れやすい部類ですかね。あと1体は欲しいかなと。まあドロップ的にはまあまあ普通に雇って別にそんなね狙って倒しとるわけじゃないですけど、まあコツコツ出てた時とかにポチ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 ね、僕もでやっとるだけでもこれぐらいいけるか、そこまでってことですね。問題はあいつだよね、あいつだよねっていうのがその次なんですよ、その次なんですよ。ということでこの雲の巨人なんですよ、これがね私的にめっちゃ使い道あるんじゃねえかと思っとるのが、まあもうねみんな周知の通りにバキ属性とこれスキルの大義があるもんで、いかにも真空蹴りしようってとこなんですよね。これがね284倒して、まあ、ドロップした感じがこんな感じ。 S がね1体落ちたぐらいか、合成でだから S が1個作れてないぐらいですよね。逗子王丸よりだからドロップ率低いんかな。でも私1人だけのデータなんで何とも言えんところで、まあ、多少の誤差の範囲でまあぼちぼちやっていけば、これ284だから2で割ると140、逗子王丸の方が190ぐらい、そう考えるとあと50ぐらいいきゃ S1 体は多分いけるでしょう。さあ2体いけるかどうかっていうとこ微妙だから、雑誌は逗子王丸より低いんかなーっていうような感じはしてるんですけどね。ただこれ私的に最低2体欲しいのが、これがね今後やっぱねさっき言った通りね、そのスキルの重複斬撃とかで流行ってくると思うのが、これがね真空蹴り仕様なんですよ。装備がねラサイツ作りまして、あの異音もついてないのはごめんなさいね。現状を真空蹴り仕様で作っていくとこんなデッキかなって、ああ心がね、これがもちろんね 10% じゃないとあかんとかっていうのはありますけど、ここをねエビプリとかにするとね火力が低くなるんですよ、与えるダメージが。いろいろやってみたんですよ、どれが変わるかなって。アンドレもやりました、これも使ったし、まあ一応メタルハンターも使ってみました。これは大義使うもんで全く意味ないですよね。逗子王丸も試した、キラーパンサーも試した、まあ、そんな中で見ていくと実はエビプリより雲の巨人の方のが今回の真空蹴りに関しては火力が出るんですよね。というのがこれやっぱ大義 3% バギー 5%、まあ、地味なんですけどね、これがさらに何にどっか次の武器でできたりして、バギーと大義でドルマが乗るとかっていう次出てくる武器が可能性あると思いません？そうするとこれめっちゃ火力出ますよ、大義仕様ね。だから最低2体もう1体欲しいよね。とりあえず現在は真空蹴り仕様として、一応これ S 作ってさっきも言った通りエビプリと比較して火力出ましたんで、
メタルドラゴンとかキラーマシンとかキングスライムとか一通り比較してって外すならエビブリかなって。これバットマスだもんで、色が赤だとこれが外せんすわね。単純に効率がいいという意味で、数値のあのマイナスがないから。で、さらにこの虹枠に何入れるかって言ったら赤以外ですわね。赤以外入れるからキングスライムかキラマってことになりますわね。で、ここに黄色か赤入れるんだったら、だったら黄色入れるで選手の方のね、キラマ入れるってなると、削っていくって考えると、まあやっぱりエビプリかなっていうところで、いろいろ試した結果、真空蹴り仕様としてはこんな感じ。これがね、私的な勝手な予測だったから、ほんと流行ると思うんですよね。例えばこれ数字だけ見るとそんなに高いと思いませんがね、 3% と 5% いくら真空蹴流しようと言ったって 8% しかないじゃんというんですけど、これをどん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 重複していくっていうの、例えば 3% 3% 3% とかで 5% 5% とかがあったりして、そうするとさっきも言った通り普通の使うやつより、例えばこういうキラマのあれ、キラマと例えばこれスキルの斬撃体が 12% ですかね、これより実は高くなるんじゃねえっていう可能性を私的に含めるんじゃないかなって、まあ、単純に真空蹴りの効率を上げたいからっていうのはありますけどね。あの羅刹のコンがもう一本なかなか出てこんし、こいつの 10% が拾えんでっていうのはありますんで、まあ、そんな感じでなんとかね、もうちょい頑張ってこいつだけはね、あと1体は最低、できれば3体ぐらい欲しいね。これ2体になったら図仕様を S3 体まで集めて、それまでしんと多分来週またなんか来やがったらそれ集めなかんで、こっちかまっとる暇なくなりますもんね。まあ、結構ここら辺私的に欲しいんで、逆に焦ってちょっと集めなあかんかなって、ちょっと最近ピッチ上げてるんですけどね。と言いながらこんな感じなんですけどね。1時間でね、これ大体私的にどうでしょう。ちょっとこのポイント見ますか。これがね、あ、さっきのポイント言ったようにか。8000で満タンですがね、1時間ぐらいね、なんかウォークモードとかでね、うろうろじゃないけど、移動中とかやっとるとね、ウォークモードを外した時に8000満タンなんで戦ってくれみたいなね、出るもんで、だいたいそれぐらいじゃないかなって。30分で見とると4000いくとかいかんとかぐらいで、まあもちろんその狙ってあいつね、ヒッチハイカー倒したらいいってなりますけど、まあもうちょいね、狙っていけばその効率は良くなるんじゃねえかってなりますけど、それだけやってるより、今だとあれだもんね、レベルアップあるから、レベル上げながら倒してった方が、トータル的に、こいつらばっか倒してると、レベル上げの方がおろそかになっちゃうもんね。そこら辺のバランスを取るっていう意味で、私はポイントだけ優先より、逆に、レベル上げしながら一緒に集めていくっていうふうにしようかね。まあ別にこれ余ってもね、真珠ポイントとして売れるもんで、まあね、未然にはなるということで、いいなというところで、まあそんな感じで私特に雲の巨人結構ね、評価しとって集めていこうと思ってますということで。はい、ということで、そんな感じで本日はドラクエウォーク、雲の巨人とズシオマルのドロップ報告でしたところで、どんなもんでしょう、体感的にこれ。20%、5分の1ぐらいドロップで言うと、S はほとんどあれだね、やっぱ落ちんね、D率、C 率高い、D率やっぱ高いよな、ほんとな。雲の巨人の方が私は本当に苦戦していますということで、はい、ということで、そんな感じ、おりー。